Thank you.
では皆様どうも今日本当にお疲れ様でした。はい、抹茶クレーズマンの抹茶 TV、10回をもちまして一応終了というつもりであります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は映像の清水さんにも特別に参加してもらってます。ありがとうございました。皆様感想とか何かあったらぜひぜひ伺いたいんですけども、何ですかね。じゃあまあそちらからどうぞ、田尾さん。感想、いやね、最初どうなるかと思いましたよね。なんか困っちゃテレビ、なんか芸ないしと思って、うん、でもまあ、あのやりながら考えて、でまたその先を、ね、うん、あの走りながら考えてみたいな作り方だったけど、ね、普段やっぱやらないことまでや、ね、考えてみたり、うん、こんな風に編集したら面白いよねみたいなのを実践できたのはなんかすごい新鮮で面白かったですね。ね、演奏についてはあまりこう触れないでほしいなみたいなところはありますけど、はい、松井さんか、はい、私です。あの数少ないこの1年間であのほとんどライブがなかった中で、うん、数少ない演奏機会だったので、まあ、その時やってる時はもう全く楽しくやって、うん、これがずっと残る過去にあの未来に残るってなるとちょっとゾッとしますけれども、はい、まあ、あまり深く考えないように。多分それぞれのお葬式の時には必ずかかるんです、それは今から書いとかなくちゃいけない。このシーンは NG みたいな。はい、関根さんいかがですか。はい、まあ、あの YouTube の番組だけど、もう困っちゃテレビとかテレビってついてるとこは、うん、なんか昭和感があって、まあ、困っちゃくでつまらしくて良いのではないかなと思いましたけど、なかなかあの久原大が帰ってくれるイラストがね、昭和な感じなんで、そうですそうですね、ブラウン管のテレビですよね。夏崎君何でしょうか。こういうの初めてだったんで、最初よくわかんないけど、うん、これでいいのか、演奏も含めてこれでいいのか、ボツになったりはありまして、ボツになって、最初は1回しか演奏できなくて、そうだよね、マジかみたいな、案の定ボツになりましたけど、でも、面白かったです。今日はあの録音もしたんですけど、ありがとうございます。録音からあの演奏モードに行くのは結構大変で、全然切り替わらない、大変でしたけど、面白かったです。はい、じゃあこういう場所ではめったにね、あの顔を出さない清水さん、何でしょうか。まあ、あっという間でやってみればそうか、毎回あの皆さん進化して、進化する、どういう進化なんでしょう。いや、最後はカメラマンに、あ、そうね、ちょっとね、カメラ慣れんがいが面白かったですね。カメラマンが最後見どころですので、ね、はい、いや、楽しかったですね。よくこんなにできたなっていうのも、もちろん清水さんのおかげと、あと大学の絵とか、ああいうものがあったから、ただ思うんですけど、もっとこのバンドステージ上はめちゃくちゃだと思うんですよね。結構ずいぶん真面目に演奏してるなってすごく思いました。確かに、そう、まあ、最近はあれですよね、関島さんの椅子のギーギーぐらいで、 そうです、あんなことしょっちゅうありますよね、ステージで。やっぱりお客さんいないとね、そうなのか、そうかも、そういう風にならないんで、動いて真面目に誰を楽しませようと思ってるか、カメラに向かってやるのってですね、そう、そこにすごく慣れてない我々っていうのも、まだカメラ慣れしてるわけじゃないからね、だからといって演奏が私は良かったとは全然思わないんですけど、でもみんな真面目にちゃんとやりましたね、本当に良、かったです。私はまあ、去年あの、アートにエールをからで割とそういう、映像作品を作るっていうことを始めたので、それの延長って延長なんですけど、あの時はもう本当にバラバラに撮ったからね、みんなね、はい、バラバラに撮ったものを合わせてもらったんですよ、ね、今回一応集まって一緒に演奏できたって、私としては本当に楽しかったんですけど、これが、こういう作品として、まあとりあえず残るということはやはり不安でもあり、そうよね。で、あとできれば YouTube としてできれば世界中に発信してもらって、日本にはこの下手なクレズマバンドがあるんだよとか、なんかクレズマから発生してなんかまた変なものになったよみたいな感じになると面白いかなと思ってるんで、お、ビールが来ました。こんな感じで、本当、世界の人に、ね、見てもら
いたいっていうのは最初からやっぱりね、うん、こう目標というか目標、まあ、一応ね、ちゃんと下にあの翻訳というか出るようになってますので、字幕が出ますので、最初からロシア語つけてるってちょっと珍しいですよね。リカオありがとうね。多分気づいてない人多いと思うので、そうです ね本当にぜひあのロシア語の勉強になると思うんで字幕出してください。知り合いのロシア人の方がいらしたらぜひ、ね、そうですね、はい、でもまあなんでロシアかっていうとね、ちらっとするかもしれないですけど、昔困っちゃくれずもねロシアツアーに行ったっていう、うん、やっぱりそういう知り合いがたくさんいるという、すごいロシアの人たちに大受けしたんですよね、私たちですよね。あれ忘れてる忘れてる、高田さんの歌とか、いやいやもうね、そうチェブラシカの歌をね、みんなお客さんが歌ってくれたり、そうですね、ありましたから、はい、じゃあ皆さん飲み物が揃ったら、もう一つですね、はい、ありがとうございます。では乾杯して締めましょうか。そうしますか、はい、それでは皆様、はい、お疲れ様でした。本当に素敵な、ありがとうございました。お疲れ様です。Yeah, yeah, 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 y